どういうことだ。すげえ。期待高まるぞ。こう真空パックに近いというか。確かに。これはやばいな。上物感あるね。ありますね。あ、出てきた時点でも、うん、で美味しそうですもん。美味しそう。わあ。おお。美しそう。美しい。やっぱ生で見ると美しいな。これ、はあ。普通じゃないですよ、これ。ん？ま、もう匂いがしてる。え？もう匂いがする。この上品な匂いは。するぞ。行く？行きましょう。やっちゃいましょう。やっちゃう。やっちゃう。じゃあ、行きます。はい。あ、いいんじゃない？あ、まあ、高いですね。大丈夫？あ、大丈夫じゃん。これ、行きましょう。行きましょう、行きましょう。餃子部屋に戻ってまいりました、はいはい、結構な匂いするなあ。いただきます、はい、どれ、うん、あ、うん、おお、あん、なるほどね。紀ノ国屋らしい味がするよ。らしい味がする。それはどういうことですか。上品っていうことですか。いいもの使ってるねっていう。ああ。美味しいんだけど。はい。やっぱ一つだけ残念なのは、はい、やっぱり焼いてあるんだけど、はい、焼いてあるんだけどやっぱり実際に焼いたやつにはかなわないのはあるじゃない。はい、ありますね。あ、うん、あ、これ分かります。分かる、分かります、分かります。 いいもん使ってる餃子って感じですね。餃子って感じするよね。まあ普通のやつじゃないですね、うん、普通のやつじゃないんですけど、お上品というかな。上品ですね。上品だよね。お花畑が見えるって感じですね。そうごめん遊ばせ、マドモアゼルみたいな。まあまあわかります、わかります、うん、これはやっぱさ、レンチンと焼きの壁があるよ。ありますね。超えられない壁というか、うんうん、そうですね、うん、お育ちがいいですね。これは素晴らしいですね。レンチン界の中ではトップクラス、トップクラスというかナンバーワンじゃないですか、これ。うんうんうん、うまいっすよ、やっぱり、うん、うまいね、うん。